ちょい、お願いします。いいよ、触っちゃダメなのかな。触れたら怒られます。そうなんですか。え、定かではございません。あ、なるほど。あれって何なんですかね。でもこれ古いっすよね。そうですね。あ、ここじゃないですか。でも分かると思うんですけど、めっちゃ自衛隊なんですよ。誰がどう見たんですか。学校辞めさされるよ。スカートされる。はい、やってまいりましたスピチューブ。今回はレオを日本原駐屯地に連れていくという企画なんですが、まだレオは自衛隊の基地に入れることができるということに気づいてない。ドッキリ的な感じで今日は進めていこうかなと思います。それではスタート。入れるのか果たして。来ました。あ、もう全部話しよう。こんにちは。3年ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。装備品につきまして、現地の方でご案内したいと思います。それでお願いします。いいよ、一緒に来ました。もうすごいですね、やっぱり ね。これ実際に使われてた。そう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 、ね。あれもね、あれも、ね、質問があれば。そうです。と、あ、これってあれなんですか、はい、どれぐらい使われたんですか。すいません、定かではございません。なるほど。すいません、警察が第一号なんですけど、はい、ちょっと自衛隊も視野に入れて、ぜひぜひとも。そうなんです。入隊の方、お買い物、環太平洋大学ってありますか。すみません、ちょっと私こちらの出身じゃないもので。そうなんですか。どこの出身なんですか。私生まれは北海道の。北海道。へえー。じゃあなんかさ、みんなが例えば僕がこういうその自衛隊になったらもう誰でも言えるようにみたいな感じで。そうです。幹部としての基礎知識のところは勉強しておりますので。え、こんな細かいのまで見えるんですね。うん、結構ボロボロですけどね。そう、もうなんか大きさが分かってくれたらいいみたいな感じで。あ、そうなんですか。うん、へえ。前風が強かってあんま音入らんかったけど、はいはい、声とか。今日バッチリ、ね。そう。でもこれ穴開いてるもんな。あ、ほんまじゃ、穴開いてる。あ、なんか、え？結構作りがなんか。軽い。軽いですね、ちょっと。次行きますか。次待ってるようなんで。行きましょう。行きましょう。これ食べて。ああ、よかった。なんか触っちゃダメなのかな。はい。本物であれば触れたら怒られます。そうなんですか。これは本物ですか。もう使われなくなった装備品にはなりますが、いずれにおいてもその使っていた装備品を使えなくなった状態になったので、こちらに展示をしている状態になります。バイクがありますよ、バイクが。そう、これもよくベタな川崎って書いてますよね。そう、カスタムじゃないけど特注の。あ、そうなんですか。偵察のやつ、これで。へえ。あれって何なんですかね。あの穴みたいな。すごい気になって。来た当初その前なんですけども。でもこれ古いっすよね。でも。そうですね。古そうな感じ。古い。何なんだろう。え、ここもともと、あれも気になります。これ。もう何なんでしょうか。ねえ。なんか他には。自衛隊ってどうやったら、浮かぶがありますか。どうなんでしょうか。
勉強して体力になったら。そうですね。体力よりも健康診断が。ああ。ちょっとあと試験も。ああ。まあね、あの今お話を聞いたんですけど、まあその今僕も公務員試験の勉強してて、まあその自衛隊もちょ視野に入れてるんですけど、まあそのね、やりがいのあるいい仕事っていうことで、まあそのね、全部身の回りのものを全部ね支給してくれて、ね、すごいなっていうちょっといやらしい話なんですけどね、まあ本当今日来てよかったです。本当にめっちゃ突然ね、突然なんか今までなかったけどこうやって展示できるように今日ポンって展示したってね、びっくりしたっていうふうに。でもラッキーやったなと思って、うん、今日はありがとうございます。本当に自衛隊頑張ります。警察落ちたらじゃそりゃ、はい、ご視聴ありがとうございました。こちらがね日本原駐屯地のウェブになるんですが、ですね、毎週末あの展示してるところのそのミサイルの横にあのなんかいろいろ装備品が変わるみたいです。で今なんですけど、そのコロナウイルスが流行ってて今現在当面の間、展示をね中止しているようです。はい、というわけでまだ詳しい詳細は日本原駐屯地の、ツイッターの方で確認お願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。